石槌山昭魚は、遊尾木山昭魚か山昭魚族に分類される、有魚類。日本固有種。模式標本の産地は、石槌山。名前の由来となっている、石槌山を中心に、四国に分布する。全長12から20.5センチメートル。体色は、石板色だが、青白色の反転が入る個体もいる。尾は、顕著に側平たする。 上学中央部に並ぶ歯の列は、大台ヶ原三照魚と比較すると短い。孔子の後は5本。基本的には、大台ヶ原三照魚と生態は同じだが、相違点としては、流水性三照魚の特徴である、幼生器に見られる獅子の黒い爪が、大台ヶ原三照魚の妖精では見られるものの、石槌三照魚の妖精には見られないことが挙げられる。 独立種として記載されたが、大台ヶ原山椒後の四国個体群として、シノニムとされていた。後に遺伝的差異が大きいことが判明したため、独立種として復活した。山地にある森林内を流れる、渓流周辺の斜面に生息する。標高500-1500メートルの山地に生息。4から5月に、 渓流の源流周辺の日光が差し込まない場所で卵を産む。妖精は当年で変態して幼体になる個体もいるが、主に妖精のまま越冬し、翌年に変態する。道路、砂防園庭建設や森林伐採による生息地の破壊、及びそれらによる土砂流出、観光地開発による水質を抱く、ペット用の捕獲、採集による 生息数の減少が懸念されている。純絶滅器具、ありがとうございます。